支えになってると思うの。照れくさいけれどまた続くけれど来てくれますか。ありがとう。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日3月24日18時30分を回ったところでございます。本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて、本日のお客様、株式会社コーデュケーションの取締役でいらっしゃいます松本翔太郎さんにおいでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。コーデュケーション、はい、すいません、さっき打ち合わせで言いませんでしたけどはい、今ちょっと今聞きたいなと思ってしまったので、はい、いいですか、聞いても。コーデュケーションという名前の由来はどんなところにあるんですか。はい、エデュケーション、教育のエデュケーション。エデュケーション。で、コーは CEO なので、共に学んでいこうとか、共に学習していこうとか、まあ、そういう意味を込めてます。なるほど、はい、共に学習していこう、はい。学び合うって感じですか、ね、そうですね。ああ、素晴らしいですね、学び合う。教え合う、学び合う。そうですね、そんな感じですね、はい。うちの会社もね、よく言うんですよ。教え合い、学び合う。新しいものを作り出す組織にしましょう。なるほど。そうそうそう。すいません。いやいや、どうぞすいません。というわけで、早速いきましょうか。はい。お仕事はね、まあ、コーエデュケーションというね会社さんなんですけれども、まさにね、ちょっとじゃあ、松本さんの口から、はい、おっしゃっていただければと思いますけれども、はい、お仕事、どんなお仕事なんですか。はい、就活スクールを運営しておりまして、はい、まあ、いわゆる学生の就活支援ですね。はい、で、今東京で約50名、約50名、大阪で20名、20名で、大体全国で70名ぐらいの学生さんの就活の支援を、スクールでさせて、はい、いただいております。ちなみにですか、来られているその就活、やっぱり就活に困って、はい、やっぱりスクールに来られるわけですよね。そうですね、はい。あ、困ってくるんですか、それともそうじゃないんですか。まあ、困ってくる学生さんもいるんですけど、やっぱりある程度こう自分のビジョンを描いてですね、こういう仕事をしてみたいとか、こういう大人になっていきたいとか、まあ、ある程度こう野望は持ってるんですけど、ただ、まあ、どっかでそういう一人じゃ不安だなとか、まあ、そういう学生さんがまあ多いように見受けられますね。あ、そうですか。だいたいそのまあ、ちょっと結果の話になりますけど、はい、その就活スクールに来たら大体まあ就職はされて卒業されていくという、そうですね、感じですかね。はい、何かこの就活スクールに、あ、ちなみに就活スクールの中ではどんなことをその、まあ、学ぶんですか。あ、そうですね、大体ここ社会人として必要とされる要素っていうのは大体主体性とか協調性とか論理性とかで言われると思うんですけど、まあ、そこら辺をこうまんべんなく、まあ、ビジネススキルを高めるっていう意味合いの内容が強いですね。なので、なんていうんでしょうね、こまごま面接対策をするとか、こまごまエントリーして対策をするかっていうよりは、どっちかというともうビジネスマンとして、必要な要素を叩き込んでるっていうイメージの方が私としては強いですね。ビジネスパーソンとして、はい、そのなんだろう、行動理念みたいなものなんですかね。どういう生き方と、どういうビジネスパーソンになりたいのかっていうのはそのところですか。まあ、そこもかなり教えてますね。まあ、それはありきなんですけど、まあ、それに加えて能力として、まあ、その3要素を基本的に中心に教えてますね。ちなみに就職うまくいかない、うまくいくいかないってあるじゃないですか、はい、うまくいく人っていうのは何か特徴あるんですか。そうですね、まず素直な人、素直な人素直な人、素直な人と、まあ、言い訳をしない、人のせいにしない人、あ、人のせいにしないの2つですかね、結局は。結局は、はい、非常にシンプルですよね。まあ、そうですね、ね、はい、なんか生きていく上で基本となるところ、かななんて聞きますね。そうですね、まさに生きていく上の原理原則みたいな感じですよね。そうですね、でもまあ僕もやっぱできてないっていうところもありますし。あ、そうですか、そうなんですか。まあ、人に言うなって話ではあるんですけど、いやいやいや、やっぱりその2つを兼ね備えてる学生さんはもうぐんぐん伸びていきますよね。やっぱり聞く耳を持つ、素直っていうのは聞く耳を持つっていうね。そうですよね、まずやってみるっていう姿勢ですね。ああ、まずやってみる、はい、チャレンジ精神も旺盛なんですかね。そうですね、はい、
まずやってみて、誰かから言われたところをまずはやってみて自分で体験してみる。そうですね、うん、そこでまた学べることもありますし、ね、そうですね。これね、あの私あの研修、企業研修やってますでしょ、はい、やっぱりね、あの人のせいにするとかおお、すごいですよ、はい、まあ、企業の組織の中を ね、 ありますよね、あの誰々が何々してくれないからこうなっちゃうんだ、うん、みたいなね、うんうん、でもっと上の人とかこういうふうにやってくればいいのにとかね、うん、ありますよね、ありますでしょありますでしょ、はい、そういうことはよく聞きますね、はいはいはい、でこれはやっぱりあの就活だけじゃなくって、入った後もこういうやっぱり素直になるとか、うん、人のせいにしないとかっていうのはやっぱり必要ですよね、うんうん、でそこにはやっぱり自立っていうのがあるような気がしますね、うん、そうですね、うん、うん、まあ、やっぱりこう就職活動って、ええ、まあ、答えがないんですよね、ええ、これまでは大学受験までは偏差値っていう明確な答えがあったんですけど、点数とかがあったんですけど、ええ、まあ、ボーダーラインもないですし、ええ、まあ、答えがないものに取り組む活動なんですよね、人生で初めて、はいはい、まあ、なのでやっぱりその、まあ、自分で決断して自分で行動する、うん、その主体性が大事ですし、うん、まあ、そういう時だからこそ人の話をちゃんと聞いて、まあ、人のせいにせず、あの行動していくってことがすごい大事だなっていうのは、まあ、何年かやってるんですけど、そうですね、改めて思いましたね。あのやっぱりね、人のせいにするっていうのは誰かに依存してるんですよね、うんうん、でそれ誰かが何か指示をしてくれなかった、上手な指示をしてくれなかったからこうなっちゃったんだ、うんうんうん、失敗しちゃったんだ、うんうん、みたいなね。そうですね、だから自分で決めてたら、自分で情報収集して自分で決めて行動していたら、うん、人のせいにすることって多分ないと思うんですよ、まあ、そうですね、うん、まあ簡単ですしね。そうで、それがなかなかハードル高いんですよね、うん、どうも、はい、どうも自分で情報収集して決めて行動するっていうのが、うんうん、世の中的にはハードルが高いような感じがしますね、うん、ちなみにあれですか、あの、この就活スクールに、はい、入るためには、入るためにはというか、まあ、あのどのぐらいの期間この就活スクールというのを通うんですか、それとも費用というのはどのぐらいで考えるんですかね。本当ですね、弊社の場合は月会費をいただいておりまして、月会費ですね、はいはいはい、で基本的にはあの学生さんのご判断に任せてます。毎月こうお支払いをいただいても、うんうんうん、うちのスクールで学ぶことがないなと思ったらいつでも辞めていいよと、うん、もしくは内定を取ったら辞めてもいいよとか、まあ、内定取ってなくても内定取る自信がついたって思うんだったら辞めていいよとか、うん、まあ、そこもやっぱり投資の世界なので、自己投資の世界なので、まあ、自分の能力と、うん、まあ、相談をして、うん、自分で決断をしてくださいっていう話は伝えてます。あ、そこにも自分の決断があるわけですね。もうそうですね。なるほど。そうすると、月会費でこう毎月毎月来ていただいてて、で就職が決まったら卒業みたいな、はい、そんなイメージですね。そうですね、それが大半ですね。ちなみにあのその教室というかそのクラスの人数、クラスというかその就活スクールに通う学生さんが多すぎちゃって、はい、お断りするなんてこともあるんですか。それはないですね、基本的には。基本的にはない受けますけど。本当ですか、はい、ただ全部先着順っていうのは意識をしてます、ね、あ、もう定員があるの決まってるんですか。はい、あ、そういうことなんですね。先着順で定員が来たら打ち切る。そうですね。あ、ここに入るのも結構競争激しいのかもしれない。いやいや、そんなことないです、そんなことないです。なるほど。ちなみにあの入って卒業してくるまでの間で、このこういう変化があったなって、なんか印象に残ってる変化ってあります、学生さんの。まあですね、うん、まあ、本当にちょっと小さいことかもしれないんですけど、うん、あの本当に物事とか、うん、周囲の人とかに感謝の気持ちを持てる学生さん、うん、あ、まあ、そういう変化が多いですね、結構。あ、そういう変化が多い。そうですね、やっぱ就活ってこう孤独な活動なの で、 ですよ、ね、あのさっきも言ったんですけど、答えもない孤独な活動なん で、ね、やっぱりこう同じスクール内でも支え合う仲間のありがたみだとか、うんうんうん、誰かと一緒に行動したことによって自分の強みが分かったとか、確かに今まで意識しなかったけどこんなに人に支えられてたんだとか、まあ、そういうのをやっぱ気づける学生さんはすごいやっぱ変化しますし。変化しますね、はい。でもそこ大事ですよね、うん、とっても大事ですよね。いや本当に私がまだまだ、うん、あの学ばせてもらうことが多いですね。本当に。でもやっぱりあの、ね、あの松本さんも取締役でね、はい、経営をされていらっしゃるので、やっぱり経営っていろんな苦労があるじゃないですか。そうですね、ね、あの資金繰りから、それからお客さんをどう獲得するのかとか、うんうんうん、もしくはそのね、あの人が入ってきたらそれなりにやっぱり、ね、苦労はするでしょうし、
なんかそういう苦労がつきものだから、やっぱり感謝の気持ちとか、はい、そうですね、あと謙虚さだったりとか、うんうん、やっぱりみんなに支えられてこうやって会社運営できてるんだっていうね、はい、強くなりますよね、苦労すればするほどね、はい、でもその学生さんもやっぱり同じなんでしょうね、うんうん、同じというかそのやっぱり今まで学生でお金を払って勉強してきたとか、うんうん、今度はお金をもらってその会社に貢献する、社会に貢献するという、ね、立場になった時に、うん、その会社を選ぶ段になってね、そのなかなか会社に入れなかったりとか、はいはいはい、行く会社行く会社ね、そのダメだったりとか、うんうんうん、やっぱりそういう苦労をされると、うん、やっぱり感謝の気持ちっていうのかな、うん、みんなに支えられてね、うん、まあ、できてんだなぁなんていうのはね、そうですね、身近で分かるでしょうね、おっしゃるですね、はい、でも大変だと思います今だって、50社100社当たり前じゃないですか今、うん、そうですね、あの情報がそのぐらい入ってくると思いますね、ですよね、はい、聞いてるともう50社100社回って1社も受かんなかったなんて、うん、なんか聞いたことありますけどね、そうなると人間不信になりますよねそうなんですよね、自分ダメな人間じゃないかなって、そうなんですよね、その負のスパイラルにですよね、はい、そういう時にどんなアドバイスされるんですか、いやそうなんないようにはしてるんですけど、そうなんないようにするためのスクールですよね、そうですよね、それは本当に、まあ、本当にないんですけど、あまり、うん、まあ、でも、まあ、やっぱりこう人から認められたい願望がやっぱ強いお年頃お年頃、お年頃そっかそっか、お年頃がそうなんですね、やっぱり私もですよ、ね、小さい変化とか小さい成長に関してはやっぱりすごい褒めるようには意識はしてますよね、あ、それ大事ですね、はい、うん、我々もあの研修やっててストロークってそれ言うんですけど、あ、はい、そうですね、あ、ご存知、はい、ストロークって言うんですけど、うん、そのストロークをやっぱり研修の中でもたくさんやっぱり発信してあげると、うん、研修の場はすごく盛り上がったりとか、うん、気持ちいい場になりますからね、はい、じゃあ次の質問いきましょう、はい、なんかもうかなり時間経ってしまいましたね、本当ですか、クエストいいですかね、はい、いろいろ話聞きすぎちゃったみたいな、いえいえ、はい、まあまあ、このお仕事を始めたきっかけは何でしょうかということなんですが、もともと、ですね、今私が運営している就活スクールが、はいはい、今私がの上の社長が社長、開校したスクールなんですね、あ、なるほど、で私もともとやってたんですね、じゃあね、そうです、個人事業主として、うん、うちの社長が、今このスクールを運営しておりまして、私がそこのスクールに入会をして、はい、就活がすごい楽しかった、あ、要するに生徒さんだったんですね、そうですね、最初はですごく楽しかったですし、こんなに努力したとか、うん、頑張ったっていう経験があまりなかった自分だったので、すごい就活は楽しかったんですよ、でやっぱりそういう就活って本当は楽しいものですし、自分の人生を幸せにするための手段だってことをやっぱすごい僕は身に染みて感じたので、それをやっていきたいなっていうのはなんとなくは思ってたんですよ、もう今のこの松本さんの、ね、この仕事は当時就活のしてる時にもうあったんですよ、もともとそうですね、運命としてね、はい、やりたいなっていうのは思ってましたと、うん、で本当に偶然にこうタイミングが重なってですね、社長、今の社長と、はいはい、じゃあ一緒に会社を立ち上げて就活スクールをもっと本格的にやっていこうかというふうになったタイミングで、まあ、前職のサラリーマンを辞めて、こちらで起業させていただきました、はい、ああ、なるほど、今まで何人ぐらい卒業されてるんですか、合計です、何人でしょうね、200人とかは超えてるんじゃないかな、ちょっとですか、はい、この就活スクールにそのアクセスするためにはどうしたらいいんですかそれは、ホームページが、あ、ホームページとか、まあ、Facebook とか Twitter とかいろいろやってるんですけど、あ、本当ですか、まあ、基本ホームページに大体載っておりますね、検索はあれですか、コーデュケーションっていうカタカナを入れれば引っかかってきますか、はい、それでも引っかかりますし、あとアルファベットで PJS、はい、おー、アルファベットで PJS、そうですね、プラチナムジョブハンティングスクールの略なんですけどあ、そういうお名前なんですね、はい、スクールの名前は、スクールの名前はそういう名前でやらせていただいてます、 PJS ですね、はい、PJS アルファベットで検索で、このすいません、就活スクールが検索できますね、そうですね、ぜひできていただければと、すいません、ありがとうございます、いただければと思いますね、なるほどね、やっぱりその今の社長との出会いが、ね、この就活スクールの今の、ね、松本さんを作ったと、そうですねいう感じですかね、本当にそうだと思います、なるほどね、ありがとうございます、じゃあ最後の質問いきましょうか、はい、クエスチョンさんですね、大事にしていることは、そうですね、まあ2つあるんですけど、2つ、うん、まあ、1つは、うん、仕事は楽しいものである、あ、大事、とっても大事ですね、でその楽しみ方を知らないと楽しくないから、うん、そうですね、
自分がどんな仕事だと楽しいのかとか、まあ、そもそも仕事は自分で楽しむものだっていうことを結構しつこく言ってます。先生、楽しみを見つけるということですよね。そうですね、仕事にね、はい、うん、っていうのがまあ一つと、まあ、もう一つは、はい、学生さん本人よりも僕の方が学生の人生に期待してあげようっていう気持ちを持ってやってますね。あ、応援団だ。応援団ですね。応援団ですわ、うん、大事ですね。本当に本人よりも応援してる自信がある状態で常に、学生と向き合おうってことは意識してやってますね。あ、本当ですか。そういう自分になったのって何かきっかけあるんですか。どうなんでしょうね。今までのやっぱり学生さんとのいろいろなやり取りとか、うん、その向き合ってきた経験だったりとか、はい、そうですね、うん、本当はたくさん学生にべったりついて、もっとこうした方がいいよとか、ああした方がいいよって本当は言いたいんですけど、それをやっちゃうと、うん、まあ社会では通用しない人材になってしまいますし、なるほど、まあ選考も通らないので、それはなるべくやらないと、うん、本当に最後の最後の助け舟だけやるっていうのは僕の中で決めてるんですね、うん、じゃあそれ以外の時、助け舟を出さない時は、せめて、本人よりも自分が本人の人生を期待してあげるっていう意識はすごく持って、いや、すごい共感してますね。めちゃくちゃ共感してますあの研修私やってますでしょ、はい、研修もまさにそうなんですよ、うんうんうん、要するにいろんな人がいますけれども、いろんな能力の人もいるし、いろんなレベルの人もいるし、いろんな立場の人がいるんだけども、はい、でも一様に私はみんなのその活躍をこう期待し、はい、みんなの活躍を応援しようっていう気持ちはいつも持ってて、はいはいはい、どんな人でもやっぱりそのステージに登ったら、うん、要するに自分の得意なステージに登ったら多分力を発揮してくれると思うんですよ。そうですよね。だからそれを期待するみたいな。そうですね、うん、本当は手をかけたいんですけどぐっとこらえでもそれ大事だと思いますけど、はい、私はどっちかっていうと引き出すという、ね、はい、ところが得意なので、そういう人に対しては問いかける、うん、考えてもらうというのがね、まあ、中心になりますけどもね、うんうん、でも多分おそらくそういう風に感じじゃないですか。そうですねありがとうございます。ですよね、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、それではですね、もう時間もだいぶ経ってしまいましたありがとうございました。いえいえ、あっという間 で最後にあのありがとうテレビなので、はい、皆さんに、まあ、皆さんにとかお世話になった人とか、そうなんですよ ね、まあ、ね、感謝の気持ちをお伝えするというコーナーなんですけど、はい、どうなの今日は。せっかくなので、今その就活スクールに通っていただいてる学生さんに、うん、またこれはこれはまたいえいえいえ、ほんときますね感謝の気持ちを述べようかなと。じゃあ行きましょうか。あ、本当ですか。いいですか、じゃあどうぞって言っていいですか。いいですか、はい、はい、じゃあどうぞ。いい、じゃあカメラ向かって、はい、じゃあ今就活スクールに通ってくれてる皆さんへ、人生のすごく大事な転機だと思うんですね。そんなめちゃくちゃ大事な転機の時に、あの僕にこう人生をちょっとでもかけてくれようと思って、僕と一緒にこう悩んで成長してやっていこうという覚悟を持って一緒に活動してくれて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっとジーンとしちゃいました。本当ですかありがとうございます、そんなこと言わないでください、ね、私のは感謝しますよって就活スクールに通ってるその皆さん感じてると思いますけどね。いやでもすごいことだと思うんでね。いや本当そうですよね、うん、本当就活って本当におそらくその今までの二十数年間の人生の中で最高の転機ですよね、うん、そうですね、学生というところから社会に出る、ね、そうですね、一番の転機だと思いますので、うん、そこにね一緒にこう一緒の場にいるっていうのは、うん、とても素敵なことですよね。そうですね、うん、やりがいもありますね。そう、責任もあります、 ありますね僕の方が病んだりしますね特にこの時期は。あ、そうですか、はい、悩んだりします。します、します。あ、本当感情移入もしますし、でもそれは一切出さずに、うん、講師業でもあり、コーチでもあるので。ですよね、はい、そこは出さずに。でも就職決まったなんて話を聞くと嬉しいですよね。嬉しいです、嬉しいです。とても嬉しいですよね、はい、一緒に泣いたりするんですか。まあ、必ず電話でおめでとうを言います。あ、本当ですか、はい、会っておめでとうっても言いますし、電話でもハグしたりしたんですか。そこまではできないですけどわかりました、はい、というわけで、あ、いいね、今日は本当にいいお話ありがとうございました。貴重な機会いただきまして、もう一回ね、お名前申し上げますね、はい、株式会社コーデュケーションの取締役であります松本翔太郎さんに本日はおいでいただきました、はい、本日は本当に面白い話、いやいや、ワクワクする話、ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。